まみやさん、本田さん、こんにちは。こんにちは。ついにニエルコちゃんのアニメ放送がスタートして、私も放送を毎週楽しみにしています。前回のラジオ配信で明るい時間帯に見れば怖くないとの助言をいただいて、いざ視聴すると怖いのが苦手な私でもそれなりに平常心を保って見ることができました。そんなミエルコちゃんのアニメですが、私が気になったのがローアングルの多さだったり、肌の質感が丁寧に描かれていたりすること、さらに花ちゃんの制服の上にミコがこれでもかと消毒液を吹きかけたりというエッチな展開に持っていこうとする強引なやりとりです。強引なやりとり。ホラーアニメと聞いていたのですが、これってもしかしてそういうアニメなんですか？なるほどね。いうメールをねいただいてしまいました。まあ確かに、こう、なんだろうな、こう、アニメのアフレコをする段階ですでに結構絵が綺麗だったりしてる時に、セクシーって思ってはいたんですけど、やっぱ色がつくと、ねえ、すごい、あ、そんなにパンツ好きだったんだって。パンツ好きだった。思ったよりがっつり。思ったよりだよね。でもおかげで私もなんだろう、うん、こう、怖いところもちょっと気が紛れるような気もします。ね、なんかさ、わかんないけど、なんかホラーとエロって対極にあるって。なんか、それ聞いたことあります。なんかね、そうだよね。とどこで聞いたかわかんないんだけど、そんなのもあったりとかするから、あ、それでなんかこう、バランス、私みたいな、ホラー苦手な視聴者も、見られるようにしてくれてるのかなって。優しさ、ね、私は、はい、優しさか、優しさ、優しさの色か。まずね、なんかいろんな意味でドキドキしました。ねえ、そうだよね。見える見える。そっちが見えちゃってるけどいいんかみたいな。そっちが見えちゃサービスカットもねあったりとかするので、そういう優しいアニメです。はい、その通りです。ぜひぜひそっちもお楽しみにお願いいたします。はい。